富山県民会館は、富山県富山市新総川にある県立の会館である。外館本会館は、富山県民の文化の向上と、地域経済の発展に寄与するために設置されたもので、あって、本館及び文館によって構成されている。富山県文化振興財団が、指定管理者となっている。本館は、地下1階、地上8階の建造物と2階のホール棟によって、 構成されており、展示室、美術室、会議室、茶室、法部室及び事務室等の設備を備える。ホールは有料ホール100選に選ばれている。また、1階には、ダイニングショップである d デパートメント富山、8階には、レストラン政府が入居している。分館には、内山邸と金岡邸の2館を有する。内山邸はかつて、 越中の豪農であった内山家の旧邸宅であり、金岡亭は役所賞を営み、富山県経済の発展に寄与した金岡家の旧邸宅であって、いずれも1998年7月23日に国の登録有形文化財に登録された。富山県民会館は、1964年8月2日に産業と文化の伝道をと銘打って開館した。 総工費は十億二千三百万円であり、地下一階、地上八階の本館と千六百席を備える大ホールからなり、延べ床面積は一万三百十三点六平方メートルに及んだ。地下と1階及び二階に合計三千百九十四点四平方メートルに及ぶ展示室を設けたのは、当時において全国初の試みであると言われ、この他に美術館、 博物館、教養室、茶室、舞台付き和室及び料理室等の設備を備えた。開業当初の利用状況は低調であったが、富山市の都市計画よりなる大通りに面し、かつ富山駅より近いということが関係して、都市と共に全時利用者は増加していった。大展示室においては、公的展覧会や企業の展示会が挙行され、 それまで、富山市商工奨励館等において行われていた、県展も、1965年6月12日に、初めて県民会館において開催された。また、大ホールにおいては、各種音楽会や演劇等の催し物が行われ、県民会館が主催した料理、茶道、華道、手芸、英会話及び音楽等の各種教室は、常に満員になるほどの盛況ぶりであった。 こうしたことから、富山県市においては、この建物ができたため、県民が文化的催しに接する機会が多くなった富山市においては、県民会館が県文化の向上に果たした役割は大きいと評価している。1985年6月1日に、富山県民会館は大規模な改装工事を終え、第40回県展を記念行事として改装会館した。 この改装は県民会館が消防法の基準に合わなくなっていたことを契機として、総事業費15億4000万円を持って行われたもので、国際化、情報化社会に対応することを目途として、国際会議が可能な同時通訳設備を有する特別会議室や大型スクリーンを備えたビデオプロジェクターを設備し、合わせてホールや練習室等が増築された。 2014年3月1日からは耐震改修工事のため一時的に休館することとなった。この改修工事は耐震強度不足や設備の老朽化への対応に加え利用者から境愛であり使い勝手が悪いなどと苦情が上がっていたために行われることとなったもので2015年3月13日に完了し記念式典を挙行した。 この階層においてはエスカレーターが新設され、外壁がタイルから維持管理が行いやすいパネルに変更され、ホールの客席はゆったりとしたものに更新された。また、同年3月14日には d デパートメントと山が開店した。この店は長岡県名が運営するセレクトストアである d デパートメントの国内10番目の店舗であって、富山県産の食材を用いた。 料理等を供するほか、伝統工芸品や生活用品等を販売している。ありがとうございます。